ーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表の篠崎です。今日は時間があまりないのでサクッと撮影したいと思いますが、美容師質問コーナーに質問をいただいております。どういった質問かというと、開業のきっかけやタイミングなどを教えてくださいという質問でした。これについて篠崎の場合はこうでしたということでお話ししたいと思います。まず私はですね、35歳でシーノをオープンさせました。それまで通常に美容師としてスタッフとして働いていたわけですが、最初にですね働いていたお店がありまして、そこのお店からとある何十店舗もあるようなちょっと大きめのチェーン店へ変わりました。そこでですねそこそこいいお給料をいただきまして、当時この会社を辞めるときは独立をするときというふうになんとなくぼやっとした目標はありながらも、まあ、要するに独立はしたいなと思っていたけども動いていなかったと。そうこうしている間に30代になり、そこの会社のオーナーからこの会社の管理職になってほしいというようなオファーを受けましたが、独立したいっていうなんとなくの目標があったのでその話を断りました。そうしましたら意外な答えが返ってきまして、管理職にならない男はいらないということで、残念ながら早いことを辞めまして、最初に就職したお店に出戻ったわけです。その時に宇宙一の方と交際が始まり、その方が宇宙一の奥さんになるわけですけれども、その方のお父様が宇宙一のお父様でずっと雇われているのかと、それとも独立する気があるのかと。独立する気があるのが30代になったら動かないと何も始まらない、思い立った時に動くことが大事ですっていうことをそのお父様に教えていただきました。実際に自分が独立について動いていなかったので、じゃあどうしようっていうところから始まったんですけども、まずきっかけとしてはその義理のお父さんにこのまま雇われているのか独立するのか決めなさいと、独立するならばもう動きなさいというふうに言われたこと、それが開業をするきっかけというかタイミングというか同じか、独立願望はあったけれどもきっかけがなかった。そのきっかけをお父さんに作ってもらった。そしてこれからは自分で動くしかないんですけども、まず僕が調べたことは借金の仕方ということでした。お金をどうしたら借りれるんだろうっていうところで、自分がどれくらい借りれるんだろうっていうところがなんとなく分かってきて、そしてお店の規模を決めて場所を決めてっていうふうにしてトン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 と進んでいたというふうになります。質問してくれた方がどれくらいのイメージの美容室をオープンしようとしているのかっていうのはなかなかわからないですが、今例えばご夫婦で美容室をされたり一人で美容室をされたりする方が非常に多いです。その場合どういったところにどういう規模で出せばいいのかっていうのは割とイメージつくと思うんですが、意外とイメージつかないのがスタッフが使いたいというところではないかなと。はっきり言うと個人店舗でスタッフを採用できるという確率は非常に少なくなってます。そういったところも考えて、20代30代の若い時だけじゃない仕事なので、40代も50代も60代も70代も仕事ができる、そういう綺麗な時期だけじゃなくて少しこう衰えてきてからも美容師としては技術的には発揮できる、
そういったことを考えたときに、自分がどういうところにいれば長いこと美容師として活躍できるんだろうっていうのを考えてもらうといいんじゃないかなと思うんですね。それが一人で美容室を経営をして、一人でお店をやってた方が長いこと美容師として活躍できるのか、それともある程度大きなところに行ってスタッフがある程度こう入ってきたりとかしながら、自分のサポートをしてくれながらやった方が美容師として長いことを活躍できるのか、そういうことを考えた上で自分が今後どうすればいいのかというのを考えた方がいいと思います。今独立するだけが幸せな道ではないと思います。残った方が収入面でも労働時間とかそういったことでも保証とかそういったことでも会社に残った方がいいと思うです。確実にこれは絶対にその方がいいです。そういったことを会社が言っても、それでも僕は抜けて自分のブランドを立ち上げたいということであれば、それはそこを目指してしっかりやっていくしかないですが、スタッフがいて自分がいてみたいな感じの美容室をやれるという確率が非常に難しくなっているということも頭の片隅に置きながら、今後自分がどういうふうにしていくか、特に30代の方はいろんなことを考えると思いますが、きっかけは宇宙一の奥さんの宇宙一のお父さんの一言、タイミングは独立しようと思ってから3年ぐらい。独立するのに年齢とかはそんなに関係ないんじゃないかな、やっぱり思いが大事だと思うんですよね。店長とかもそうじゃないですか。例えばベテランで売り上げ上げてる方が店長やったらいいかっていうと、そういうわけではないですよね。僕は例えばスタッフがたくさんいて店長やりたい人って言った時に、まあ例えば極端に言えばアシスタントの子とかが、いや僕店長やりたいです、まとめたいですって言って、じゃあみんな協力してねって言って、その子が店長やって大変だよ、会社のいろんなことを伝えなきゃいけないし、先輩方にもいろんなことを言わなきゃいけない、大変だよ、それでもできるの、いや僕は店長やりたいですっていう子がいたら、その子に店長やってもらった方が僕はいいと思ってるんですよ。ベテランの売り上げ上げてる店長やりたくない人にやってもらっても多分意味がない。だから独立もベテランで年齢がそこそこいってていろんなことを知ったら独立してもうまくいくかっていうと、そういう問題ではないと思いますね。若くてもしっかり、していてちゃんとお店を僕はやっていくんだっていう気持ちがある方の方が成功する確率が高いんじゃないかなというふうに思います。ただこれだけは言えます、美容師としてある程度成功しているレベルになっていない人じゃないと独立しても成功はしません。これははっきり言います。厳しいのは売上5、60万ぐらいで、5、60万っていうと指名数で言うと6、70人、80人ぐらいじゃないですか。それをそこそこ忙しいと勘違いして独立したいって言い始めるとか、はなはだ間違ってて、やはり美容師レベルで言うと通常の地方の単価とかで言うとやはり200万とかいうところ、指名売上200万とかいうのがベースになってくると思うんですね。それ以下だったらは独立してもうまくいく確率は非常に少ないんじゃないかな。これは確実に言えることです。だから今独立を考えている美容師さん、自分の売上どこまでやればいいのか、どこまで頑張ればいいのか、よく考えてみてください。そして自分が美容師として長く活躍したいんであれば、どの環境が一番長く活躍できるんだろうかということも考えて道を開けていってください。参考になりましたでしょうか。あくまでも篠崎の例です。よろしくお願いします。この動画良いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。質問等ある方はコメント欄に、それから概要欄にあるメールアドレスにお願いします。誠意を持ってしっかりお答えしたいと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。
家から持ってきたルイボスティーは美味しいな。